和田家住宅は、岐阜県大野郡白川村にある、白川郷として知られる萩城地区にある合唱造り、家屋、重要文化財に指定されている。和田家は1573年より続く家柄で、当主は、代々、八重門を名乗った。江戸時代には牛首口止め番所役人や商屋を務め、名字立て脇を許された。また、火薬の原料である塩商の取引で繁栄した。 和田家住宅の建築時代は諸説あるが文化庁によると江戸時代末期であるという、王子には20人以上の人が住んでいたという。それは山勝ちで土地が狭かったこの地では次男三男が分家することが難しく、結果的に長男一家を中心とした大家族となったのである。またこのような理由から家屋の規模も大型となった。 和田家住宅は1995年12月26日に、母や、土蔵、便所の三棟並びに土地が重要文化財に指定された。現在も住居として使われているが、内部の見学が可能である。白川郷は白川郷、五箇山の合掌造り集落として、世界遺産に登録されている。和田家住宅は、その白川郷、小木町地区の北の外れにある。 小木町城上席展望台に上がり、下を見下ろすと、和田家を一番手前に見ることができる。平川展望台からの風景。手前中央に、和田家住宅が見える水田に移る和田家住宅主屋は、西を正面として立ち、母屋の手前右側に、便所、後方に土蔵が立つ。合掌造り。屋根は霧妻造りか矢ぶき。平面規模は桁十22.3メートル。 張り十12.8メートル。3階建てであり、2階より上階では、養蚕が営まれていた。1階のいろりから暖を取り、風通しを良くする目的で2階から、上の床板には、隙間がある。またいろりの熱や煙には、家屋の防虫、防湿効果がある。母屋は妻側を南北に向けて立つが、これは風通しを良くするための工夫である。屋根は霧妻作り三加わぶき。 平面規模は、桁雪6.1メートル、張間5.3メートルで、2階建てとする。屋根は切り妻作りかや武器。平面規模は、桁雪7.3メートル、張間4.3メートル。蒸気建物とともに、土地3583.32平方メートルが、重要文化財に指定されている。宅地内には融雪のための池、石組水路を構え、周囲には、 防風林が配置されている。和田家住宅は、母屋とともに、付属建物や水路、石垣などを含めた屋敷構え全体が良好に保存されている点が文化財として高く評価されている。ありがとうございます。